おはようございます皆さん。時刻は6時57分となっております。今日はここ、じゃん、妙見口駅にやってまいりました。今日はちょっとあいにくの曇天であります。10時ぐらいから雨が降り出す予報なんですが、ちょっと張り切ってね、朝早めにやってまいりました。今日はここから三つまた一年待ったんですよ、はい、知り合いがね、インスタに三つ又が咲くところがこの妙見の近くにあるっていう風にアップしてたのを見て、あ、来年は行ってみようとね、うん、ずっと1年カレンダーにねつけて心待ちにしてたんですよね、はい、ちょっと今日逃してはなかなかもう行く日がないだろうということで、はい、はい、行ってみたいと思います、はい、それでは今日も元気に行ってみよう、行ってみよう、上田も出番なし。えらい咲いてるやん。咲いてるね。今年はね、やっぱりちょっと早いみたいよね、すべてがね。いやいや、もうそれも葉っぱが出かかってるよぐらいの楽しみやね、三つ又。あの辺も咲いてる、そこが。あ、ほんまや、早いね、うん、三つ又はね、明治時代に和紙の原料として作付けされたらしいんですよ、はいはい、今はもう和紙作ってないんやけど、その名残で残ってて、鹿の食害に合わへんらしいのよね、三つ又は、うん、だからその食性が残ってるっていうらしいよ。一万円札の元なんやろ。そうそう、そうやね、うん、よくご存知。時刻は7時23分、はい、距離は 1.9 キロほどです、はい、吉川峠に到着しました、はい、やや上り基調のこの舗装路をずっと登ってきまして、はい、でこの天台山1という表示があります、はい、これをこの右側、はい、これね、あ、青貝山こっちって書いてますね、はい、青貝山。まず青貝山周辺が見どころいっぱいあるみたいなんで、まずは青貝山の方に行ってみたいと思います、はい、えっふぅはい、時刻は7時26分、距離は 2.1 キロ、この天台山31ポイントに来ました。ここにちょっと書いてあるんですけど、上行ったら青貝山、トンボ池方面、この下、多分こっち行ったら轟方面ってことやと思うんで、これを左に取ってみたいと思います。
行こう。おお。これは直進したいと思います。トンボ行け。はい。ちょっと距離はありますが、第一ミツバタ発見です。はい。いい匂いがするらしいね。あ、そう。おお。あ、第二ミツバタも発見です。ミツバタって書いてあるで。え、どっちに？あ、ほんまや。これピストンしてはんねん、ここな。うん。これ、ほら、こうして。行ってみる？うん。果たして合ってんのか不安になりかけてたんですけどね。おろおろ、この曲がり角を曲がったらいきなり真っ赤になってね。7時40分です。距離は3キロ。はい。わあ、桜のピンクやったらさ、おお、やけどこんなにたくさん三つ葉が真っ赤になってるのなんか初めて見た。すごい。すごい。ちょっと渡ってみましょう。すごい。あ、いい匂いする。いい匂いする。これ見て、これ1個ずつさ、花がめっちゃ集まってんねん、これ。このここの部分が和紙の原料になるんかな。はい。すごい。すごい可愛い、これ見て、ポンポンみたい。すごい。わ、すごいいい匂いする。これは鹿は食べないらしいです。おお、だからね、鹿が食べへんもんばっか。どこどこ。うわ、すごーい。なんじゃこりゃ。すごい。すごいな。やっぱ和紙作るために栽培しとったんやな、この斜面でずっと。こう黄色のが終わって白くなるのよ。あの辺がまだ巻き木やろ。あ、こうずっとあれ沿いに行ってこう降りてこれるよ。下にも道ついてるわ。ちょっとぬかるんでるけど、すごい。ちょっと想像以上やこれ。もうね、うわ、すごいね。こんな間近で見れると思わんかったからね、大興奮やで。実際ね、来てね、ぜひね、この立ち込める花の香りを嗅いでほしいですね。うん、あそこの植え込みもすごいで、うん、あれがてっぺんって感じやな、この。青空あるで、よし、記念撮影しよう。キャッキャキャッキャ。すごいね。これあれ楽しみやね、この後のこの群生地めっちゃあるらしいね。うん。めっちゃっていうか3つ4つ書いてあったんよ。なんなら十何日からもう咲いとったらしいね。今まで見た
たね、お花見の中でね、私結構桃がねだいぶ感動したんやけどね、うん、今日は桃以上もうすごいで、うん、もうなんやろ、例えようのない匂いがする。本当に甘い、この可愛いよね、このポンポンみたいな、この花いっぱい花詰まってんね。なんか鹿は食べません。そうそう、だからクリーンソーとかもね残っていってんねよね。和紙の原料です。花ちゃうで、この茎の茎っていうか枝の部分やで。あ、そうなの。うん、すごい。すごい、もうほんまにすごい。はい、時刻は、7時56分ですね、はい、距離はね、3.7キロ。はい、ここをこうピストンしたら、さっきのすごい、ここって言ったかな、ポイントはここです。はい、はい、天台山33、何かにつけてテンション高い熟知、はい、トンボの辻。いやいや、ここちょっと書いてるんですよ、このトンボの辻の、はい、あの三つ股ってこう書いてある、はい、ね、ここをわずかちょっと行っただけですごかったんで、ぜひ行ってください、はい、で我々は今からこう戻ってきてこっちに行きます。トンボ行って、あ、親玉ちょっと感想聞きましょうね、三つ股。はい、どうでしたかね、親玉。すごい美味しい。あんまりね、花の匂いがわからない人なんですけど、香ったらしいですね。どんな、例えるならどんな香りだったんでしょうか。トイレの芳香剤。だそうです。ちょっと情緒がなくてすいません。いや、ただね、この作ったんじゃないのこの匂いっていうぐらいの甘いかぐわしい香りが立ち込めててね、ちょっと情緒ないんですけど、なんかこの春のほわんとしたほのあったかい気候の、なんかこのフィーヒョロロっていう鳥のさえずりとなんか相まって、うわ、ここに春が静かに訪れてるっていう、これ水俣じゃないですねっていうのをぜひね楽しんでいただければなと思います。もう杉花粉も真っ黄黄になってますね、これ。ちょっとだいぶ鼻がムズムズします。情緒ゼロ。ないんかこれ。ちょっと早いんやな。でもほら、あの枝のところがちょっとピンク色になってる。あ、本当だね、先っぽが。ここね、観光ポイントなんですよ。源氏丸桜。そう、時刻は、よくわからない。8時2分。8時2分。源氏丸桜。距離は4キロジャストですね。でっかい桜やなこれ。そうやねん、これ咲いたらすごい見事らしいんよ。このコースの途中にあるんですけどね、これ咲いとったらええなと思いながら来たんですけど、さすがにちょっとまだ咲いてませんでした。これ、この前通った天台山のコース合流したってことやな。ああ、なるほど。はい、8時7分です。はい、はい、4.3キロ。あ、すごいね、走りやすいいいトレイルでね、はい、杉の高い木立に囲まれて、花粉症でない方は最高かと思います。花粉症の方はちょっとだいぶ地獄を見ます。テクショイですね。あ、リンゴ。今日の美味しいリンゴ。ほどよ、そこにぴったり。うん、青ヶ島の方に取るかいな。うん、はい。時刻は8時26分。距離は 5.1キロ。9番ですね。はい、青貝山16番、はい、を過ぎたところ、これ登山道ちょっと外れるらしいで。あ、そうなんや。うん、
この辺から降りていかなあかんじゃん。もう？第2群生地に到着しました。時刻はね、8時34分、距離は 5.5 キロ、はい、ここもね、こうすずり鉢みたいになっててね、お地形がね、すごくね、天然の地球がすごく花を見せる、ええ感じになってますね。うん、高台に登るとこんな奥まで交差点ねやって感じよね。すごいですよ。うん、第一もすごかったけど第二もね、この広がりがマジですごい。ほんますごいで。今日来てよかったよ。もうつぼみでもなんでもない完全なる見頃よこれ。これ白いの散ってるって言ったで。あ、ごめん間違ったね。これつぼみよね。嘘つきました。これがつぼみでこれが開いてきて、うーん、へっなあ、ほんまや開いてる。ちょっとねえ、んで完全に開花してき、あ、これがだいぶあのあれやね、思春期って感じよね。で成人式を迎えるとこの辺ちゃうで、完全なる初老があの辺ちゃう。初老ってあ、ちょうどこの16番のとこら辺から。そうやな、はい、ここピンクのテープしてあるところら辺から降りたらちょうどいい傾斜で降りれる感じですね、はい、今身軽な男性が降りていきました。ささっと、うん、第二ポイントはね、うん、第一ポイントが、あ、和紙のためにここあれ作っとったんやなっていうのに対して、この渓谷にすごい自生してる竹だけしい、この野花って感じの雰囲気でね生命力を感じたよね、うん、その地形でもってこの種子を散らしてこう繁栄し続けてんだよなっていう、なんか命の灯火を感じたね。どうですか、リュウちゃん。ポピアホかいう感じでしたね。第3ポイント楽しみです、はい、ここは14、青貝山14ポイント鉄塔まで来ました、はい、あそこにちょっと山桜が咲いているのが見えます。時刻は8時48分、距離は 5.9 キロ、はい、青貝山14ポイント通過です、はい。あ、この下に咲いてるやん。めっちゃ咲いてるやん。あ、ほんまや、うん、ちょっと今びっくりした。こう青貝山13ポイントです。こう降りてきました、はい。なんと言われるまで気づきませんでした。ここえらいことになってますよ。あっちにリボンあるから、あっち見ちゃうのちゃう。あ、降りれるんやね、うん。これがあれなん、第3ポイント。第3ポイント。すんげー咲いてる、うん。なんかあまりにもこの緑と馴染んでて気づかへんかったわ。見える。うわすごい。うわすごい。これでも結構急やで、あんま降りたらあかんのじゃん。うん、なんかこのぐらいでやめといたらよくない？そこら辺ぐらいで。まあ言うたらこのぐらいから完成しよう。降りてしまったら、あ、まあ行こう思ったらいけるんやな。うん、どうする？行こう。行こう。
ますね、足跡が。すごいで、うまいな、すごいな。いろんなところからね、こうあの斜面沿いにこう降りてこれるようにね、なってるね。うん、あ、ここもやっぱり和紙のためにしたんやね、植えたんやね、そもそもは。すごいな、すんごいいい匂いする。りゅうちゃん大臣はどうすごいんですかね。ポピー、え、ちょっとポピーさん、どうですかこれ。綿みたいな。ああ、ほわほわしてね、パッと見ね、すごい圧巻よね。なんやろう、このあんまり、なんやろう、ごちゃごちゃ してない、なんかいっぱい花ついてんねんけど、花、何、可憐な感じがいいよね。ほら、この辺とか真っ黄やで、ちょっとずつな、色違うんやな。これはもうほんまに今成熟してるって感じの。はい、青貝山へ行かず、トンボ池の方へ行きます。行きます。はい、下山です。今日の見どころ3つのポイントを全て見ることができました。はい、リュウちゃんはなんとなく第1ポイントが良かったです。はい、いろんなルートがあるよね、妙見さんはね。うん、うわぁ、こっから見るアングルも素敵やね。うん、トンボ池4、はい、こっちか。はい、はい、時刻は9時12分、距離は 6.8 キロ。はい、ここから出てきたんですけども、はい、イキシナはここピストンして行ったんですよ。うん、だからこううまいことループして出てこれる、で6キロほど、6、7キロで収まるようなコースになってます。うん、で駅からこれまだね戻ってもね、うん、10キロにも満たないぐらいのあれなんで、すごいよくできたいいコースだったんじゃないですかね。ねえ。はい、ふちょっとねベンチに座ってどうこうみたいなできる場所がなかったんで、まあちょっとねあれなんですけど、もうそれをさっき言ってもすっごい感動的な光景が広がってました。うん、どうでしたかね、ポピーさんは。うん、ポピーよかった。ポピーよかった、よかったです。誰がポピー。ちょっとね、あの天候崩れそうなんで、早々に下山したいと思います。はい。はい。はい、6.8 キロですね。9時15分。ああ、もう間もなく7キロですね。うん、トンボの釣り、3回目のトンボの釣りです。お世話になりましたね。いやー、よかったですね。戻ってきました。天台山31ポイント、時刻は9時24分、距離は 7.5 キロ。やられてますね、花粉に。いや、ここ杉すごかったわ。杉すごい。鼻血です。くしゃみしすぎて鼻血です。重症。はい、吉川峠に戻ってきました。はい、時刻は9時27分、距離は 7.8 キロ。はい、わあ、なんかこれもいい風景やな。うん、里山って感じ。なんか急に景色が開けました。はい、里山風景。行き品も通った道やのに、やっぱり方向が違うと全然見え方ちゃうね。うん、あの辺チラチラ咲いてたりとかさ。すっごいいっぱい人が来ててびっくりした。時刻は9時52分、距離は結局 9.6 キロでした。いや、すっごい人ですよ。うん、それな、これ大人気なんですね。うん、いや、びっくりしました。はい、ということで楽しい一日でした。またねー。はい。